で進入し直し、シワと熱帯の方で飛行します。シワが間もなく離陸を開始します。無線機と小型機が一緒に飛ぶのを見られるのは日本基地ならではのです。TV が進入してまいりました。シワの離陸にタイミングを合わせてエアボーンフリックアップできるでしょうか。この後、岐阜基地ならではの大編隊飛行をご覧ください。いかがだったでしょうか。リキッシュ大変態はこの後体型を変えて皆様の前を再度通過いたします。次はどのような体型で進入してくるんでしょうか。どうぞお楽しみに。次は終了のフライトです。